一番いい頃よ、二十歳って。二十歳の頃だったら何でもできるような気がする、うん、自分だけは年を取らないような気がする、うん、そうでしょ、うん、自分だけは怪我しないような気がする、自分だけは長生きするような気がする。一番面白い時期だから魅力がある時だね。だから成人式、成人式どこでもいいんだよ、あったりして。いわゆる二十歳に入った、二十歳に入ったらタバコ吸えますって、こんなのこれもどうでいいんだよ。いわゆる僕が言ったらどれだけの人が幸せになれるんでしょうっていうことの方が大切なわけね。そう、こっから始まるわけですよ本当に。男も女も、女もいい男を見つけていいとこに嫁に行かなきゃいかん、いいとこ嫁じゃなくて幸せにならなきゃいかん。男も事業起こすかなんか知らないけどいい男にならなきゃいかん。面白い、こっから向こう10年間ではっきり差がつきますよ、やったやつとやらないやつの。だから二十歳の成人式の時僕はそれを感じて一言だけ、何人の人が幸せになれるんでしょう、たくさんなればいいねって。